大根は活用術、カルシウム取ります。いい？カルシウム、カルシウム含有量ナンバーワン食材を使って究極のおひたし作ります。輝く食、輝く私、輝く世界、未来食の大谷由美子です。材料は今日もこれだけかな。あとねちょっとトッピング。さてお湯たっぷり沸かしておきました。大根よくねカルシウムっていうとみんなカルシウム牛乳カルシウム牛乳カルシウム牛乳粉だかなってこう騙されてきたけど、実は牛乳のカルシウムはねこう人間はなかなか吸収できない。で逆にその牛乳飲めば飲むほどこうカルシウム排泄の体からこう本来取るべきカルシウムが排泄されちゃうってことも分かってきて、だから牛乳飲んだら骨が丈夫になるんじゃなくて骨がスカスカになっちゃうってことが分かり始めてるんだよね。さらに実は日本人は大根葉から、ね、大根葉ってもうナンバーワンカルシウム含有量ナンバーワンの葉緑素食品なの、ね、そして大根葉だけじゃなくて日本人はおひたし、青菜のおひたしから、それも油中、大根の仲間の油中の小松菜とかね、もうあらゆる油中の野菜のおひたしから取ってたの、カルシウムを。いい？おひたしがカルシウム剤だなんて。でそれももうすっごい消化、体の中に体のパーツになりやすいとっても良質のカルシウム、これが大根の葉っぱです、ね、だからもう今、ね、日ごとに美味しくなる大根、これうちの畑から取ってきたんだけど、その、ね、で最近なかなか、ね、の無農薬のそして葉っぱまで食べられるような大根も手に入るようになったので、もしいい葉っぱが手に入ったらこれ捨てないで、これの美味しい食べ方をやりますね。大根の葉と他の菜っぱの違いはこれ結構しっかりして手強いのでしっかり茹でますね。普通よりはしっかり茹でて、そして細かく切ることによってとっても美味しいこの食感を楽しめます。塩入れるね。でたっぷりのお湯で蓋をしないで茹でる。菜っぱの無水茹でっていうのは実は健康にとても悪いんですね。菜っぱはこうやってたくさんのお湯の中で泳がせるようにして独特のいらない成分を飛ばす。そうすると綺麗な美味しいおひたし。そしてこれを意外とね7分から10分くらい茹でる。すごいつまみなっていうか本当に若い頃はねささっといいんだけど、軸からまず入れて本当にね新鮮だとねトゲツン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 葉っぱとか軸からトゲが出てて、ナスとかでもなったことあると思うけど結構痛いんだよね。ほらこれでもう入ります。お風呂湯だなって感じで入ります。で結構ねさっとっていうわけにはいかない、あとでだんだん慣れてくると分かると。で今日はこれで2種類のおひたし作る。一つはごま、煎りたてのごまを半つぶしにして醤油入れて、それと混ぜた大根葉の最高、もうそれねポコポコふりかけみたいにかけて何杯でもご飯食べられちゃうっていうのを作る。もう一つは大根葉のこう細かい大根葉に、それねご飯に、なめしって言ってご飯に混ぜたら美味しいんだけど、それにね焼き海苔、ちぎった焼き海苔とお醤油かける。もうそれも天国の味。なんかだんだん慣れてくると青菜が、あカルシウム、葉緑素、あなんか体浄化されてるっていうような、なんか心地よさっていうのをおひたし食べた時に感じるようになったの。それってなんか気持ちいいと思わない、ね、夏は夏野菜で体をデトックスどんどんしてくれるって、ね、すごく陰性なものがいっぱいできて体を冷やしながら体の古いものをガーッとその陰性さで動かして出してくれるんだけど、ね、だんだんナッパが取れ出してナッパが美味しくなる。大根に従ってナッパのおひたし食べる量を徐々に冬に向かって多くしていくと、体ははーって上手にこのね、この冬を越せるんだよね。でも絶対大根葉って食べきれないでしょ。なのでね実はね生で小口切りにして2割塩漬けとかしとくとずっと持つのね。でもそのままだとしょっぱく食べれないんだけど、塩出ししてもう冬中食べれる。雪が来て青菜が来なくなった時にその塩漬け大根葉をね食べ続けるのが最高なんだよね。茹で上がった。
でこのくらい茹でるのね、取らなくていいの、お水とかに取らない方が本当に美味しくできるので、これで大丈夫。であんまり下の方が固かったら途中からにしますね。大根葉の場合は普通お浸しって 3,4 センチ切るでしょ、これは5ミリくらいに。こうでこの軸がまたね美味しいのよね。軸が穀物と大根と塩があれば体に必要なもの、大根の根っこそれから葉っぱ全部賄える。この葉っぱのとことこう軸がこう混ざるといいので、全体混ぜてなるべく葉っぱも軸もなるようにして。甘いのね、すごく。ほらこんなに水入ってる。あんまり絞りすぎちゃダメだけど、あんまりブシュッと水が出るようじゃ美味しくないので、ジューシーさを損なわない程度にこう絞ります。意外とねおひたしの絞り具合って極意経験しないとね。じゃあこのおひたしに今日はね、このままね、あのごまあえだけでもいいんだけど、せっかくなので2種類の味でね、どんどん大根葉楽しんでもらおうと思っています。半分はね、海苔あえって言って本当に後で海苔をちぎってかけます。でもう一つはごまあえにするので、今からちょっとごまを入ります。ちょっと鍋温めてごまがふっくりするまで入りますね。苦かったら入りすぎなんだけど、時々返しながら良さそうだ。あ、跳ねたのでこれでここに、で必ず着地点決めておいて、でここで半潰しにします。が力入れて半潰しで、全潰しだとねなんか粉粉しちゃうので、半分。そしたらお醤油を入れます。でこれで和える。もうこれだけでご飯にかけて美味しいような、これにこれを入れます。ごま醤油和えの大根葉美味しいの。でちょっと食べてみて、こう大根葉意外と多かったらお醤油もうちょっと足します。そう、ご飯のお供に最高のごま和え、ね、焼きなりかつお節もいいけどね、海苔の醤油でちょっとしとらせた海苔って結構美味しいのね。なのでこれを大根葉にかけて、生臭いかつお節、いつでもかんでもね、かつお節っていうなんか信仰みたいなね料理から卒業しよう、海藻の浄化力もらおうっていうことです。でこれね、海苔と和える。でここにねお醤油をやっぱり大さじ同じくらい、葉緑素と焼き海苔と醤油が混ざるともう最高コンビネーション。なんかこういうのがね、お酒のおつまみだったりご飯のお供だったらもう病気知らず、これで骨が丈夫になる究極の大根葉おひたし2種類でした。さあ食べよう言ってないで食べるぞ、ね、まずは海苔あえ。このコロコロってちょっとしとらせて絡んだこの焼き海苔とこの大根、ほら透明なのこれで、こう透き通ってんのよ、透き通って、これが木の歯ごたえと葉っぱの舌触りとジューシーさと海苔と口の中で弾けてる。こっちはでこれもね、畑で作ってると9月初め頃の間引きの葉っぱの、これ最高なので、もうシュンってすぐ茹だって、でそれがねもう1週間っていうか3日ごとぐらいにどん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 大きくなって、毎日味が違うの。なんか本当のごちそうってこれだなって、同じ大根葉がこう若々しさとこうの中でぐんぐん成長していく、その途中をちょっとずつ食べていく食生活なんて、それこそ最高のセレブライフだなっていつも思う。ね、ごまってやっぱり独特の薬効もあるし、もう塩と醤油、ね、こういう日本の食材がこれほど価値があり栄養価があり美味しいっていうことを忘れちゃって、レタスきゅうりトマトばっかり食べてると損するだってそれじゃあ体できないもん。もう年々丈夫なこの体の秘密は実はこんな、これこそが本当の意味のスタミナ料理。さて
ぜひ作ってみてね。もう大根葉ね、有機農家のいいところに行き合ったら、ね、大根葉ちょうだいって言って、そして塩料理の本とかね、や漬物の本にはこう大根葉の塩漬けなんかも出てるので、どんどん大根葉を体に入れて大地と仲良くなって元気になってね。それでは今日はここまでです。次はどんなレシピを紹介しようかな。続きを見たかったらチャンネル登録よろしく、高評価ボタンをポチッとしてね。それでは次回の動画でお会いしましょう。